あのムービーめちゃくちゃハワイっぽいのやってますよ。なんと優雅なひととき。おはようございます、本日6日目ということで、今日はですね特に予定がない1日になっております。で、夜にタンタラスの丘行くっていうところだけで、タンタラスの丘って5年前行くって言って行けなかったね。今日行くんですけど、まあ、そこまでは特にやることないので、まあ、どうしようかって言ってちょっと買い物でもあのドンキとか行こうかっていう感じなんですけど、ちなみにこちらですね、昨日あのオリーブやったっけっていうセレクトショップで買った T シャツ着ております。また購入品紹介はねなんかセカンドチャンネルですると思うんですけど、一応ねまた柄違いで一応ブルーもねあったりはするんですよね、まあ、サーフって書いてあるんです。これも可愛らしい感じだと思うんですけど、やっぱねこっち来たらねジャストサイズばっかりなんですよ。オーバーサイズでゆったり着るみたいなんで、アジア人っていうか日本人しかしなくて、パッて見たらオーバーサイズの服着てる人イコールあ日本人やって感じなんですけど、だいたい海外の人はもうジャストサイズで着てるっていう感じで、これ僕 M で着てるんですけど、オリーブっていうとこね、カイルア行った時はぜひ行ってみてください。僕ら今日はドンキホーテ行ったりアラモアナ行ったり、ハンバーガー食べたりしようと思ってますのでよろしくお願いします。お散歩お散歩。Thank you. 一番日本のコーヒーに近いかも。コンビニで飲むコーヒー。今からドンキ行って、ドンキでは何すんの？サンダルあるから。壊れちゃったもんね、ウォーホスのサンダルね。サンダルが壊れました。こちらですね、ウォーホスなんですけども、これ全然壊れないように見えるんですけど、これね、残念。あれはウォーホスが悪いわけじゃなくて、ダンにね、ガンって引っかかってなったから、ウォーホスが悪いわけじゃないです。ウォーホスは素晴らしいブランドなんですけど、うちの嫁がね、歩き方が悪かったっていうだけなんで、ウオさん、また何かあればまた一斉連絡お待ちしておりますのでよろしくお願いします。では、サンダルを買うんじゃなくて一応見に行くだけ。そう、で、ダイソーもあっちの方にあるから、ダイソーにもで、ダイソー100円じゃないよな。そう、100円じゃないよ。何見るの？じゃあサンダル。あ、サンダル見るの？そう。で、その後ハンバーガー食べるな。そう。はい、そうしましょう。大阪、ここ焼きの山ちゃんがあります。これ大阪にあってね、美味しいんですよ。僕ら好きなんですけど。出ました、日本人には馴染みのある、そう、ドドドドンキー。しかも愛媛に入ってるんで久々やね。ダイソーに我々は行ってきました。ダイソー何買いましたか？2ドルかかんないぐらい、 1.9 ぐらい。安い、よかった。だいたい日本円にすると350円とか300円ぐらいかな。そう、200円。2ドルやったら300円ぐらいな。うん、200円ちょっと。で、多分この辺がジャパニーズタウン的な感じなんやろうね。こっちなの？うん。ここら辺が？せーの。日本のところ？かもしんない。ダイソーも大人気だったもんね。大人気、すごかったよ。車は全然入ってなかった。やっぱ安いもん。うん、安い。その辺の物価から考えたらありえへんぐらいの安さ、ね、日本でも安いなと思うけども、ハワイに来るとより安い感じ。全部100円じゃないんですけどね、2ドルとかぐらい、1ドル後半ぐらい。そうや、まあ2ドルと思ってよいんじゃない。ってことはまあ300金ぐらいな感覚やね。3コインズや。これ右曲がったところの左手にバーがある。すごい、美味しそう。すごいトリュフの匂いするね。ニンニクね、ニンニクね。ニンニクか。これマッシュマッシュバーガーって書いてあった。マッシュルームね。うん。これチーズ。なんか知らんけど、別にされてる。美味しい。うん、ガーリック効いてるね。すごい美味しい。やっぱりポテトは細くないとね。そういうふうな。ようやくというとあれだ、待てたんだったのか、やっこやと思っていいんだよ。行きます。
日本のバーガーに近くてバンズも柔らかい。うち全粒粉やからちょっちゃうかもしれんけど。大きい。それ食った後ポーランドに最高です。あ、おいしい。うまいな。あ、ロイヤルハワイアンセンターがうまかったやん。うん、ホノルルバーガーみたいな、うん、あそこも美味しかったけど、これも美味しい。うまいな。もう来たかったやろ。うん、おいしい。どうもありがとう。あ、やっぱりや。美味しかったね。美味しかった。こっからちょっと別行動をしましょうか。え、そうなの。え、ウォールマート行くでしょ。うん、これあのちょっとセカンド取らなあかんから、うん、お仕事しなあかんからホテル戻ってるわ。日中は大丈夫よこの辺。夜は危ないけど、気をつけて帰ってきて。危なかったら Uber 呼んでくれたらいいし。分かった、うん、じゃあ、ベスコートになります。はい、ということでね、嫁蔵とバイバイして一人きりになったわけなんですけども、実はビキチャリンコを借りてホテルに帰ってきたわけじゃなくて、ちょっと離れたところにねセレクトショップあるんですけど、それ2日目に行ったねセレクトショップなんやけども、服ちょっと買い忘れてるやつあったんですよ。だからそれ嫁蔵と行ったらね長なるからね、こっそり一人で行こうかなと思います。だからこの動画見てもらってる時に嫁蔵にバレます。なんか海外でしか売ってないブルゾンなんですよ。でもう一個がロンティーなんやけど、ロンティーは、2日目買ったやつ全く同じやつで、これはメンバーシップの人用に、プレゼント用で買うんですけど、まあ目的はどっちかって自分のブルゾン用なんですけどね、行きたいなと思います。もうそう言ってる間に帰りのウーバーを呼んでおきましょう。それでは買ってきました。これメンバーシップの人用と、あとジャケットですね。ハワイでお前なんでジャケット買ってんねんって話なんやけど、これがね海外にしかないんですよ。ケイティンズっていうブランドで、カリフォルニアのブランドなんですけど、ケイティンズかな、多分違うと思うんですけど、カリフォルニアのブランドで、このブランドの服自体は日本でも扱ってるんやけど、このジャケットは海外しかなかったっていう。あの2日目に試着してるんですよね。それです。で今ねホテルのフロアのところが詰まってるっていうことで、今ちょっとあのいろいろ清掃とかしてもらってます。帰ってきたら人おるからびっくりしたと思って。 Thank you。 まあそんなことで僕は今セカンドチャンネルをね撮らなあかんので、セカンドチャンネル撮りたいなと思います。このねあのロケーションで撮りたいなと思ってたので撮ります。はい、それではね、今セカンドチャンネル撮ってたんですけどね、そのセカンドチャンネルで軽くお土産とかの紹介をしててですね、こういうブルゾン系、これはまあ羽織ってるの前あったんやけど、羽織ってたりとかロンティーとか、あとまあホノルルのスチューシー T シャツだとか、あとまあこのブルーの、僕が今着てるこの T シャツの、色違いデザインバージョン、オリバーっていうセレクトショップハワイにあるんですけど、まあ、そこが出している、T シャツなんで、じゃあサイズ感とかもこれ M で着てるんですけど、まあ、日本人の男性が普通に着たりしたらちょうどいいサイズ感になるようにはなってるはずです。あとまあキャップ買ったりだとか、あとはトランプね、これはヴィンテージのお店で、そのお店のオーナーさんがパイロットの人なんで、世界各国からポットを引いたっていうと。でこれがあのサーフボード買ったんで、サーフボードを送る、書類ですね、佐賀の書類で。もステッカーはちょっと数え切られへんかったんで、この辺はあのメンバーシップの人のプレゼント、プレゼントでプレゼントプレゼントって感じなんですけど、今日は一旦買い物はこれで終わりで、次はなんか2時半ぐらいから海行くって言ってたんで、海でちょっとゆっくりして夜のタンタラスの、夜景に向けてね、ちょっと久々にね5日ぶりぐらいにあの一人っきりになれたんで、ちょっとゆっくりしたいなと思います。じゃあ今から海のワイキビーチへレッツゴーということなんですが、先ほどですね、ちょっと水のシャワーの排水口が流れないということで業者さん来てくれたんですけど、こちらご覧ください、レインボーサンダルがドアストッパーとして利用されて、ここペタンコにこう挟んでおりましたんで、こちらに巻いてるんですけども、僕のレインボーサンダル、綺麗にサンダル以外にもドアストッパーとしての役割も、果たしてくれました。では今からね、海に行きたいなと思います。行きましょう。何してるんですか。ウーバー待ってます。さてワイキキビーチ行きましたよ。浮き輪もかわされました。わーいいね。Thank you.
では今からはですね、タンタラスの丘、5年越しのようやく、タンタラスの丘に行きたいなと思います。夜景が見えるっていうのもそうなんですけど、なんかツアーみたいなところで行けるみたいで、ご飯も食べれるしマラサダも食べれてツアーも行けるみたいな感じなんで、まあ、念願ですよねタンタラスの丘ね、うん。あ、すごいおしゃれな格好してるじゃん。ちょっとやめて恥ずかしいから、こんな部屋着のパンツに下着に。そんなおしゃれな格好してるの？あらんま。ありがとう、全身モザイクでお願いします。さて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 、これいつ見ても夜綺麗やね。うん、綺麗。まだ来てなさそうですけども、大丈夫ですか？これですね。こんばんは、どうぞどうぞ、ジョニーです、よろしくお願いします。立派なカメラ持ってきてよろしくお願いします。どうぞどうぞ。ラーメン中村屋、小倉智明のラーメン屋ね、特種のズラなんだろうっていうことにしておこう。その端っこのそこ、以前来た時ビルズがあったと思います。はいはいはい、そこにね、今ウエストマンって新しいカフェができて、結構ね、夜はラウンジバーみたいなのやってて、結構おしゃれなところで、あのラテに絵を描いてくれたり、ワッフルや盛り付けすごい可愛いとかっていう感覚で、結構ね、まだ情報そんなに多分出てないと思います、新しすぎて。なのでちょっと行ってみるのもありかなと思う。ありがとうございます。あの一つアイディアとして、その奥行くと高橋果実店ってね、手作りで閉じてる状態がちょっとね、分かりづらいな。反対が出てきた時にそこら辺見てあげるとすごい分かりやすいと思う。昼間はその葉っぱが開いてバカーン光を浴びようとしてますけど、夜になると休む。ネムの木ですね。もう情報量が多すぎて動画撮ったかなんて覚えてない。確かに。Tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love. そう、おっちゃんここの人じゃないからね。よかったらそこにチップ箱あるから入れてあげて。お店のチップとかは僕がもうやってるから。ツアーのチップは僕に。写真撮る？ただいまご飯を食べてからの自由行動でございます。1時間ぐらいちょっとだけ時間があって、この真後ろはもうワイキキのビーチなんですよ。でも海なんですけど、真っ暗でございます。でこの奥に見えてるのが僕らが泊まってるイルカイホテルとか、その辺りヒルトンとかあるらしいんですけど、まあ僕はもう全然見えてません、目が悪いので。海は見えますかね、こんな感じで。なんかもっと違う強そうなポーズ、他になんかイケてるポーズ行こっか。あのタンタラスっていう場所はね、いろいろね、あの見てても結構あまり治安が良くないから自分で行かない方がいいよって書いてある場所、夜若い子やることないからタムロシに行く場所、治安がいいかな場所です。はい、ということでね、夜景見てきました。すごいガイドさんも、お話が達者な方でね、まあ、僕は言うことじゃないんですけども、すごい魅了されましたね。楽しかった。でしかもなんかこういうツアーもなんか昼間もツアーやってたりとか、なんかいろんなツアーやってみたいな。あ、昼間は貸し切りかなんかやってるみたいで、まあ僕全然 YouTube やってるんで動画だけ撮っていいですかって言ったら、いいですよって言われて動画撮らせてもらったんですけど、またリンク送っといてくださいねって言われたんで、まあ、全然知り合いでも何でもないんですけど、まあ、気になる方、ハワイ行きたいとかそういうの連れてってもらいたい方は下リンクね一応貼っときます。作造のチャンネル見ましたって言っても全く知らないと思うんで、もうほんまに誰って言われると思うんですけど、まあ、気になる人は多分自分で実費で行こうと思ったら飯代とかウーバー代とか考えたら1人今回で言ったら80ドルぐらいだけど、多分個別で行こうと思ったら100ドル以上は全然かかるからね。飯と150ドルぐらいかかるんちゃうかな。ご飯も結構美味しかったし、ご飯買ってよ、うん、だいぶ5000円ぐらいは安く行けるんやと思うんで、タンタラスの方行きたいっていう方はいいと思いますので、ぜひぜひ見てみてください。ということでまたね、デイ7でお会いしましょう。
coffee too. And coffee? Yeah. Sandwich and recommend sandwich. B L A T. Yeah, fine. It's fine.おしゃれな雰囲気ですね。筋トレ後のモーニングにしてはもうおしゃれすぎる。なんか嫁蔵からはね、LINE でね、これ買ってきてって言われたからね、これって言ったらね、OK って言われたんで、待っておきたいなと思います。購入できました。これは嫁蔵が喜んでくれるぞ。こんな感じになっております。お待たせ。サーキー、ありがとう。でかー。はい。わー、でかー。よかったね。ありがとう、タコイツ。うん。タコしていい？うん。うわあ、ポタックのだ。違う？言える。わあ、これ私なんかちょっとイメージするけど美味しそう。美味しそうやね。卵2個もあるタコ1個食べない？食べるわ。うん。シェアする？シェアしてくれ。はい。いただきまーす。あ、危ね。今日はね、ほんまハレイワっていうとこ行こうと思ってたんですけども、ちょっと予定を急遽変更しまして、ハレイワではなくて、お土産を買いに行く日にしようかなと思ってます。なんだかんだとお土産買うのがあってですね、お土産買いに、ね、行きたいなと思いますので、お土産行きましょう。昨日の、ジョディさんっていう方にいろいろおすすめ聞いたんで、あそこ行った方がいいよとかね、ここ行った方がいいよとか言っていただいたんで、ちょっとそこもね、行ってみたいなと思います。嫁蔵歩く。ではお土産第1弾購入しました、はい、お土産第1弾ちょこっとだけ見せていただいてもいいです？どうぞ、たくさん見てください。簡単に紹介、はい、エレベーターの指示。これはキャラメルレジンのずっと欲しかったやつ、ずっと探してなかった。それ人気のやつやな。なんか、うん、なんか人気かな。キャラメルね。なんかハワイのやつこれ、うん。でこれは何？今日お酒かな。お酒かな。あとこれドレッシング。ドレッシングくらいかな。キャラメルをとりあえずたくさん。これ結構ここおすすめのお土産が多かったね、うん、ここ。そう、なんていう場所だったっけ。ワイキ、マーケットかな。ワイキキマーケットという名前みたいで、こちらですね。ハワイでさ、はい、おすすめのさ場所って君はどこなんですか。2回目やけど。お土産、お土産今んとこ、今んとこ結構好きかも。えらい直近やな。モアナサフライズのチョコレートがもしかしたらなくなってるかもしれんねんな。あ、そうそう。それがあればそれ美味しかったんけどな。うん。でもココのさ、マカダミアナッツ美味しかったじゃん。あ、ココもね、今回買って帰ろうかなと思いますが、この後寄りますけども、まあチョコとかそういう系よね。うん。まあとにかく俺チョコしか買ってないかもしれん。確かに本当だね。うん。あとプロテイン買ったじゃん。あ、プロテイン買ったね。すごい発音がね、プロテイン。そうだね。チョコレートです。大家さんたちに、大家さんとかばあちゃんとかですね、嫁蔵もね、なんかお姉ちゃんとか買ってます。買っちゃったね。買っちゃった。バカバカい。家族の分と体調の分と私は買いました。体調はね、いつもね、嫁蔵になんかお土産くれたりとかね、なんか推してるアイドルのなんかいろいろもらったりしてるんで、お礼でチョコレート買わせていただきました。僕からは体調にお土産で、今んとこノースの袋となんか T シャツをお揃いのやつにしようかなと思ってるんですけど、これも体調に向けてのメッセージになってるから。まあそんな感じで、次はジューシーに限定 T シャツ買いに行くんですけど、これ何日目かにも買ったんですけど、これは今から買うのはメンバーシップ用で、前回買ったのはお土産用で、幼馴染の森さん用なんですけど、森さん一時なんかストリート系の格好してたんで多分好きやと思うんで。でメンバーシップの人は体大きい人もいてはるから、サイズが大きい人だから L サイズとかもあってもいいかなと思ったんで。うわ、スチューシー来ました。なんか結構ね、このスチューシーのホノルールとかを転売してる人もいてるみたいで、まあだからそんなに価値あるんやったらな、メンバーシップの人に渡せればいいやんか。僕も売らないからね、僕は着ないけども、ちょっと待っておきましょう。まあそんなことでね、無事購入できてよかったかなと思います。あとはね、僕のジムのマブダチがいてるんですけど、70代トリオ、その人たちにスタバのマグカップ、ハワイって書いてるやつあるんですけど、それを買おうかなと思って。70以上の人って何欲しいかわからんくて、
多分、まあ、家でコーヒーは飲んでるんちゃうかな、もしくは酒は飲んでるなと思ったんで、マグカップやったら、まあ、使うかなと思ったんで、前回北海道行った時はチョコあげたんですけど、まあ、チョコって食べたらなくなっちゃうし、まあ、それはそれでいいんやけど、まあ、僕のこと子供か孫かわからんけど、そんな感じで見てくれてるから、まあ、マグカップがいいかなっていうことで、マブダチ3人に渡したいなと思います。今回の旅初のバス乗でございます。ピンクライン、これはね JCB カード持ってる方やったら乗れるみたいなんで、はい、JCB カード見せたら入れるみたい。あと2階だ、2階。あ、なんかやっぱ違う景色見れるな、いいやん。You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. Thank you. ノースフェイスダウンを取りに行くんだよね。またまたね、ノースフェイスに戻ってきました。これは嫁さんの、ヌプシージャケットを取りに行きました。なんか海外サイトで購入して、で店舗を選んで取りに来るみたいなスタイルやったんですよ、結局。でそれで、来ました。前回の店員さんがいてるかな。ここでね、撮影している動画がね別動画でありますので、またそちらを見ていただければなと思います。ちょっとダウンとか増えてますね。スキーやね、スノボスキー用やね、スノボスキー用やね、これ。これもそれは違う。これ何、中綿ジャケット、ダウンではない。なんだあのバルトロみたいなやつ、安さやな。$500さあ、えすごい、どうしよう。なんか素材からそんな感じっぽいもん。ダウンじゃないしね。すごっ、ダウンもらいに行くか。ハロー、 Hi guys。 Okay, okay, yes, one second。 それでは残念ながら、ダウンジャケットは本日の午後届くってことやったんでなかったんですけども、代わりに、バラ巻きお土産の、トートバッグも買ってきました。さすがにね、ちょっとお土産 T シャツはちょっともう首やばそうやったから、多分2回ぐらい来たらもうビヨビヨになっちゃいそうやったからやめとこうと思って遠慮させていただきました。なんかポキ丼買って帰る？すごい、僕らが買ってたあのハワイのおすすめの本書いてた人がいらっしゃいました。こんにちは。それ参考にさせてもらってイタリアンとか行きました。そうですか、はい、どのイタリアンですか。あれどこやったっけ。まだ行ってないよ。あ、最終日に行くんだ。どこだっけ。ベルニーニか。あ、そうです、ね、あ、そうです。はい、ベルニーニおすすめがね、あの白いのピザ、ちょっとマッシュルーム入ってる。あ、マッシュルームのチーズとかあって、あとチキンも良かったし、ぜひ。あとパルミーナ、ワイキニもパルミーナというイタリアもおすすめです。それあのロイヤルハワイセンターのすぐ横にある。絶対。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。またよろしくお願いします。ありがとうございます。いや、まさかでしたね。有名な方でね、ハワイで住まれてる方で、おすすめのグルメとかやってはる、もう本もホテルにあるよね。ある。まさかばったりお会いしました。すごい。気になる方はね、見てみてください。なんか今回勝手に宣伝コーナー多いね。確かに、まあ、ほんまに勝手に宣伝してるだけやから、もう許可得ずに宣伝してるのでね、怒られるかもしれませんけど、そんなことでポキ丼買いに行きましょう。初日、2日目以来ですね、このスーパー。ここはなんかポキ丼が美味しいらしいので、マグロとかですね、サーモンが有名らしいので、この唐揚げらしいね、唐揚げ。なんかこういうのが美味しいらしいね、全部総総菜というか。うわ、やっぱ人気やん。わお、刺身とマグロのポケです。こちらの方がね、先ほどお会いした方で、僕らもね呼んでるんですっていうお伝えさせていただいたんですけども、ハワイ通の方でございます。本はですね、ハワイローカルグルメ完全ガイドっていうことで、ショー・モリスさんですかね、ありがとうございました。気さくにお話しいただいてありがとうございます。あ、料理ありがとうございます。佐藤のご飯チンしていただいて、ゆかりで刺身で食べたいなと思います。じゃあまずはポケ丼からよろしくお願いします。はい、これめっちゃいい匂いしたよ。どっちが食べるの。こっち、まあ、サーモンいただきます。うまい、久々のポケ丼。うん、聞かんで、めちゃくちゃ美味しい。いいよね、サーモンはさ、サーモンマグロはマグロって言わへんな。うん、これなんかハワイアンポケって味だ。ハワイアン生魚。でも
美味しい。うん、うん、ほんと確かに色味いいもんね。うん、いただきます。はいはい。あ、めっちゃ普通の醤油、日本醤油。あ、そうね、うん、ありがとうございます。いただきます。さて、皆さんに問題です。僕たちはどこへ行くでしょう。ヒントこちら。わかりますかね。わからない人がいてるかもしれないんですけども、正解は、そう、浮き輪を見ていただいたら分かりそう、海に行きます。2日連続の海でございます。ガメゾウは一人浮き輪を持って行きました。その間、僕ちゃんは寝ときましょう。やばい、ちょっとタッグやばいかも。ちょっとやばいよ、来てるよ。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。本日の Vlog は、以上で終わりということになります。今日はね、ワインで、最後乾杯して夜景景色を見ながら終わりたいなと思います。その際ね、こちらのチョコ、なんていうチョコですか。カハラチョコ。カハラチョコっていうのをね、購入させていただいたので、これをたしなみながら、チョコとワインを、楽しみたいなと思います。ちなみにね、夕日の方はこんな感じになってます。上田さん、よろしくお願いします。ちなみに今日は買い物とかお土産とかいっぱい買いましたが、何が特に良かったんですか？今日いっぱい買えたね。うん、自分のドレッシング。ああ、スーパーね。そう、スーパー。あそこ良かったの？あそこすごい良かった。おすすめ？うん。質の良い感じのやつ。女子は好きだから。うん、女子。確かに女子多かった。うん。あ、さっくん、ほら。やべえぞ。あの、耳の穴にもね、クリームついて、ヒゲすごいクリームついてるし、保湿クリームやからね、まあ別にいいんですよ。白のヒゲさん、じゃ切りください。321、ありがとうございます。じゃあこちらの今回馬で乾杯したいなと思いますので、どうぞ。ロックグラスでね、こう入れてね。で、チョコの方もよろしくお願いします。こんな感じで、はい、カハラチョコね。いや、夕日とワインとチョコ合うのよ。うわ、オレンジのビーダー。はい、こんな感じでーす。クリームエサかった。はい、乾杯。乾杯。こんな感じになってます、夕日。うまうまう。で、チョコの方も食べてみて、チョコね、これ真っ暗っけど何か分からへんと思いますけども、こうやったら分かる、チョコですね。うん、カハラとコホや。あ、そうそうそう。だから、ハワイじゃ有名なチョコ。この箱一箱でどれぐらい？35。5000円ぐらいか。同じぐらいな、コホと。うん、サービスか、うん、やった。ほぼ同じや、うん。ココはもっとチョコが、前のチョコが滑らかっていうか、ちょっと食レポ分からないです。まあとりあえず夕日見て終わりたいなと思いますね。最後は夕日どうぞ。皆さん大好きパタゴニア。タクちゃん、嫁蔵さんとはぐれました。